教室の久保田です。今回はですね、過去の動画で一般のテニススクール、まあ普通の、まあ、外でやってるプライベートコーチも一緒なんですけども、コーチの教え方などに関してですね、いろいろお話ししたんですけども、まあ、その、動画についたコメントがたくさんありました。その件に関してまたお話ししたいと思います。やはりですね、あまり教えてないようですね。これあの動画のコメント、まあ、あの動画自体もそうですが、あの動画のコメントもできれば指導側の人たち、スクールに通っている方たちは見ていただきたいですね。まあ、いくつかちょっと紹介しますね。まずですね、これです。誰のためのスクールかわからないというコーチにはうんざりする。例えば、コーチの自己満足で強烈なトップスピンばかりかけてきて、生徒の練習にならないなど、接客業の基本をわかっていない。これ多いですよね。で、私が一番嫌いなのは、速い球を打つコーチって結構いますよね。もう思いっきり速い球を打ったり、まあまあスピンもそうだけど、サーブなんかでもね、こんなに自分がこう強いのを打てるんだよみたいな、速いのを打てるんだよっていう、感じで、こうぶったたいて、なんかこう自慢したがる、本当そういうふうに自慢ですよね、あれはね。従うコーチがいて、別にその生徒の動きとか全く関係ないし、それをやったからってその後になんかこうアドバイスがあるわけでもない。速い球を打って、もっと早く構えた方がいいですよ、みたいなこと言ったりね。ね、そういうコーチよく見ますね。で、それで一番嫌なのはやっぱり危ないんですよね。それを打ち返すことができないっていうか、もう避けることもできないぐらいのレベルの人に対して、それを打つのは危険なんですよね。もう危ないって思った瞬間、生徒っていうのはもう何やるか分かんないんですよ。例えばじゃあ、まあサーブ、フラットサーブボコンと打つ人もいるんですけども、それコーチ側の人はじゃあ生徒がまあサービスエリアの真ん中あたりに立ってるんで、ちょっと右側左側を狙って当たらないようにしようと思ったとしますよね。だけど打った瞬間生徒が逃げて、逃げた場所に球が来たって場合もあるんですよ。でそれ私実際目の前で見たことあるんですよね。ぶち当たってしまったのはね、生徒は避けたんですよ。避けた方に球が来たんですよ。でそういうこともあります。でもう一つあったのは、その生徒は打つことができなくて空振りした。でも後ろで待ってる生徒は、生徒同士でなんか話をしてて、で、その、見てなかった。で、見てない生徒にそれがぶち当たったっていうのも見たことありますからね。で、危ないですよね。そういうのはもう、もう危険な行為はもう一切やめてほしいですね、スクールで。まあ、友達同士で遊びながらやるんだったらね、別に、まあ、よくはないけど、もうテニススクールという場所でそういうことをやること自体、もうちょっとおかしいですよね。と思います。それからですね、あ、これちょっといいコメントですね。久保田テニスのブログを知ってから、スクールコーチに対する考えが180度変わりました。これまでスクールは楽しさ9割、レッスン1割程度で受講していました。説明も当たり障りのないもので、基本的にボールの軌道の指導で、ラケットワークや腕の動きの説明は全くなく、その軌道を打つ方法は自分で実践して見つけるものだと思っていました。それで上手くならないのは自分にセンスがない、場数を増やせばそのうちできるようになると、ただテニスができることを楽しさを感じていたので、当時は何も不満がありませんでした。ブログを知ってから、私のブログですね、私のブログを知ってから、久保田テニスと異なる説明があった場合はいろいろ質問をしていたのですが、これまた当たり障りのない返答で、今は友達練習に行く感覚で受講しています。っていうことですね。やっぱ教えてない。球をどこに打ってとか、あっち打て、こっち打て、高さがどうねとか、ネットしたらもっと大きく、アウトしたらもっと面が上向いてるんでまっすぐにとかっていう、その当たり障りのないことばっかし言って、じゃあ腕をどういうふうに動かせばいいのかとかはないとかね、そういうの多いですね。スクールのコーチやプライベートレッスンをしているコーチと比べ、レッスンの良し悪しに関わらず、いや給料を安定してもらえるので、
教える技術を磨くという努力はほとんどしないように思います。もう一回読みますよ。スクールのコーチは、一般のテニススクールに勤めているコーチは、プライベートレッスンをしているコーチというのは多分自営でやっているコーチでしょうね、と比べ、レッスンの良し悪しにかかわらず給料を安定してもらえるので、教える技術を磨くという努力はほとんどしないように感じます。これまあ頑張ったって頑張んなくったって毎月同じ給料がもらえる、もしくはだんだん昇給していく、だったらやればいいのにって私は思うんですよね。いろいろ試して、もしそれが失敗したとしても、その失敗しても給料がもらえるんですよ。例えばなんか間違ったことをやっちゃって、間違った動きを教えたりして、生徒がもうこれ嫌だと思ってその生徒一人辞めたとしても、給料って減らないですよね。ってことはどういうことかって、いろいろ試していいんですよ。試していろいろ試して、で間違ってもクラブ側が損するだけで自分は給料もらえるんで、勉強する場になるんですよね。逆にね、試して勉強していただきたいですね。給料もらえるんだからっていうような考えになっていただきたいですね。まあ、私みたいな自営でやってる講師っていうのは、変なことやって、変なことっていうか、まあ、間違った教え方だったり、なんか失礼があったりして、失敗してしまうと、その生徒ってのは辞めてしまいますよね。で、一気にもう給料ダウンですよ。もう直結しますからね、給料に。でも、スクールに勤めてる場合は、それがないんですよね。守られてるんですよね。そこを、もっとありがたいと思って勉強していただければと私は思いますね。絶対失敗はすると思うんですよね。失敗して生徒が辞めてしまうという場合は、私も何度もずっとありましたからね。今でもありますからね。で、だからといってやらないっていうのはやっぱりダメですよね。次いきます。この3年ほどいろいろなテニスコーチング動画を見てきましたが、久保田コーチの技術理論は種別です。これと合理的な12年テニスをやっていますが、おかげでこの半年目指しくな、私の利用しているコートでも、専属のコーチがいますが、反復練習が中心で打法についての説明や問題点についての指摘がほとんどありません。私から見ても怪我しやすい打法を続ける生徒を何年も容認し、結局その生徒は故障しました。だって、まあ、これが普通のスクールですよね。プライベートレッスンにしてもやっぱりこういうことなんですよね。練習会ですよね。練習会、特にうまくさせるわけではなく、 たくさん球を打たせる、まあ、要するにドリルを回すパターンの、スクールですよね。次、グループレッスンの適正人数はどれぐらいだと思いますか。あるところでは10名でも8名超えると、2面使って2人コーチになりありがたかったのですが、あるところでは16名というのを経験したことがあります。2人コーチでしたが1面でボール投げをしました。それでも普通のレッスン料を払いました。悲しかった。他の生徒も不機嫌だったと。これグループレッスン何人がいいのかって言ったら、もうグループだったら2人ですよね。1人は個人として、2人はもう複数なんでグループですよね。だから2人ですよね。2人が適正です。2人以上は、だんだん質が落ちます。グループのね。やっぱり1対1が一番いいですよね。いっぱい1対1って結構レッスン代割高だと思う人多いんですよね。でも、そのコーチがちゃんと動きを教える場合、正しい動きを、きちんと教えて、矯正して、いろいろ練習の仕方まで教えてくれるという場合は、グループレッスンに100回通うよりは、プライベートレッスン5、6回受けた方が全然いいですよ。安上がりですしね。そんな回数たくさん行かなくていいし、自分で練習する方法も教えてくれればね、と私は思います。で、このグループレッスンの人数というのはですね、もうそれ私は言えないですよね。言えないというか、まあその各スクールによって決めてることで、各スクールがそのどのぐらい、お金が欲しいかですよね。そういうことだと思いますよ。例えば私じゃなくて、まあね、一般のテニススクールはそのコートを、まあ土地を買ってテニスクラブを建てた場合というのは、その分のお金がかかってますよね。で、それを回収しないといけないので、
そのためにはじゃあもう16人にしようっていうのはあるかもしれないですね。ありえますよね。土地結構なあの土地必要ですからね、テニスコートって。なので、それを作ってしまうとやっぱりまあマンツーマンのプライベートレッスンってのはありえないのとは思いますね。でグループレッスンになると、でグループレッスンの人数はもう多ければ多い方がいい、特に規制ないぐらいの感じで、ね、だと思いますね。だからそのスクールによって適正人数が決まるので、適正は何人だとは言えません。で、私の場合はあの生徒側の方にコートを借りて、コートで払っていただいてるんで、適正があるとすれば2人です。2人が適正です。もうそれ以上はもう私見切れませんっていう感じです。では次いきますね。高校軟式からスタートして今や50代、テニススクールには3箇所を転々としながら6年以上通っています。すごいですね、熱心ですね。久保田コーチのおっしゃる通り、きちんと理論を説明したり、いいところ悪いところを分かりやすく説明してくれたコーチはゼロでしたし、今もそうです。教えることよりもラケット、ストリングキャンペーンとかお友達キャンペーン、これやりますよね、よくキャンペーンと、生徒を増やすことばかり、躍起だったり、これあの多いですよね。ラケットストリングキャンペーン、お友達キャンペーン、今ならなんかこうね、入会金タダで何かがついてきますとかっていうキャンペーンもよくありますよね。でも僕ら社会人は公的なコートはおばさん方に取られてしまい、予約すらできないし時間も限られています。そんな中でテニスをするためにはスクールに入るしかないのです。これ厳しいですね。これ本当一番かわいそうですよね。まあそれ、まさにサーブ練習なんか久保田コーチがボールを入って渡すだけで何もしないコーチが多すぎるって言ってたようなコーチばかりです。あ、私があのトスの練習かなんかで言ったやつですね、これ。ボールを渡すのはいい方で、教えることもせずコーチは自分の練習してますからね。まあバンバンなんか端の方で打ってたりとかね、こんな風に打てばいいんだよ、俺こんなに打てるんだぜ感を出すコーチですよね。まあよくいる、まあ普通ですからね、これあの全然特別じゃなくて、もうこれは当たり前、日本の当たり前です。まあ他の国でもそうかもしれないですけど、当たり前ですね。で、毎月1万円以上の投資をしていますが、やめればテニスができなくなるし、同じお金をかけても久保田コーチのようなレッスンを受けれないというモヤモヤした状態で毎回、通っております。かわいそうですね。いつかあのどこの方ですかね、これいつかも出張してあげたいですね、そういう方には。なんかこうどっかもう地域で集まってくれればですね、私がそこにパッとなんかどうにかスケジュール都合をつけて行ってあげたいですね。おそらくほとんどの生徒が同じ思いをしているか、悲しいかな、これが当たり前と、久保田コーチのレッスンをしない人はこれが当たり前と思って通っているものと思います。そうなんですよね。多分もう今通ってこれ知らない、私のチャンネル知らない方はそれがテニススクールだろうと思って、その教えてもらってないその状態がテニススクールだろうと思ってやってると思う、通ってると思います。今は割り切ってスマホで見た久保田コーチの教えをひたすら素振りしたり壁打ちを試し、さらには時々録画してそれができているかをチェックしています。これ大事ですね。もうこれ私はもう十分だと思います。あのこれで素振りしたり、まあ、素振りを録画してもいいですからね。そしてスクールはそれを実践する場にしています。おかげでサーブはかなり上達しました。無駄遣いにならないように今年は上級に上がれるようになりたいと思っています。今後ともきめ細かなレッスンと辛口のコメントをどんどんお願いします。まあその教えられてないのが当たり前っていう風に、感じる生徒側がいる。でコーチ側の方はこれ聞いてどう思います？変える気ありますかね。私が以前あのスクールに対して、まあ、準備運動、あの無駄な準備運動、まあ、ランニングしたりサイドステップさせたり、
変なこうストレッチ、変なというか、まあ、ストレッチとか、まあ、テニスでは使いようがないようなあの可動域の、ストレッチをしたりとかして、まあ、その時間は無駄だよと。どうせ準備運動をやるんだったら、まあ、準備運動はあった方がいいかもしれないけど、準備運動をやるんだったら、テニスで使う動きをやればいいと。でそれは何かというと素振りだよっていうふうに、説明した動画があります。であの動画を見た生徒側の方、コーチ側の方っていると思うんですよね。であれを見てどのぐらいの人が、どのぐらいのコーチ側の人が変なストレッチ、ランニングをやめて素振りに変えたかを私は知りたいですね。多分誰もいないと思います。それが今の現状ですよね。テニススクールの、一般的なテニススクールの現状だと思います。そこをなんとか今後変えていきたいですね。もっとあの動画も、もしよけたら、もしよかったらですね、あの動画を見ていただいて、またあの拡散していただきたいですね。もういろんなもうところで使っていただいていいんでバンバン拡散してください。あとそれからミスヒットとかした時にボールを見ろっていうコーチね。あと球出しする時にわーわーさわ、なんかもうどうでもいい掛け声をするコーチねのっていう動画も上げてますからね。まあその辺もバンバン皆さん拡散していただければいいと思います。でそれでちょっとコーチの目が覚めるかなんかしていただければ。でテニスコーチの方はですね、その辺の動画を、自分の生徒が見てると思ってやっていただきたいですね。この動画もですね、この動画も自分の生徒が見てると思ってでレッスンしていきたいですね。レッスンしていただければいいと思います。ああそう、やっぱ多いですね。まあ実際私のレッスンを受けた方でも書いてますよね。私は久保田コーチのとても丁寧なレッスンを直接受けたから、スクールでは当たり前になっているこの光景に強い違和感を感じるかのかもって、この方はですね、実際私のレッスンを受けている方ですよね。サーブ練習の時は相変わらずコーチは、他の生徒たちとだべってたって、これ喋ってたってことですよね。おそらく喋ってた。私だけただひたすらサーブを続けたが、ずっと近くにいるのに全くアドバイスなかった。これ何やってんだって私は思いますけど、私が見たらもう叱りますよ。もう何やってんの、教えろって言いますよね。サーブ練習の時コーチはアドバイスせず、喋ってるのは、コーチたちのマニュアルで決まっているのですか。ああいいですね、こういう言い方いいですね。なんで喋んないといけないんですかね、あれ。なんか休憩時間ですかね、あれは。休憩時間にじゃあサーブを、休憩時間ですって言って、じゃあまあ休憩いらない人はサーブやってていいですよとか、まあそんなんだったら分かりますけどね。そうじゃないですよね。サーブやりましょうって言ってサーブやってで喋ってるということですからね。これおかしいですよね。私がコーチだったらせっかく近くにいるので何か一言でも一人一人に声をかけると思います。目の前にお客様がいるのに何も提供しないって、そうですよ。この気持ちがないんですよね。今のテニススクールにはこの気持ちがないんですよ。金払ってくれればもう、あとはもう、釣った魚には餌をやらないみたいな。まあ、そんな感じですよね。これありますよね。お客様がいるのに何も提供しないって。これ、ほんと、ここに書いといて、お客様がいるのに何も提供しないのかって、ここにこう書いといて、こうレッスン行けば。だからなんか、こう、鉢巻きみたいなのをこう締めて、行くとかね。もう本当これ言いたいですよね。だから、それもやっぱりその雇われてるコーチというのはそのお金をいただいてるっていう、生徒がお金を払ってるっていう感覚はやっぱりないと思うんですよ。お金をコーチに払ってるのはクラブなんだよね。給料を払ってるのは、コーチに給料を払ってるのはスクール側なんで、生徒側が払ってるっていう感じがないからそういうことになるっていうのもあるとは思いますよ。それよりもやっぱり自営でやってるコーチというのはそのありがたみっていうのは分かりますよね。実際現金とかもらったり振り込みとかされてしまうと、もうあお金いただいてるんだっていうのは実感、まあ一番現金が一番、私現金がいいと思ってるのはそこなんですよね。
レッスン終わるときにお金いただくときに、今日ちゃんとこの分やったのかなって私はいつも思うんですよ。これだけできたかなって。で反省できますからね。それ大事ですからね。でこの方はしばらく行ってなかったようですよね。スクールにで久しぶりに行ってなんか、行ったようです。で私はテニス久保田コーチの、とても丁寧なレッスンを直接受けたからスクールでは当たり前になっているこの光景に強い違和感を感じるのかも。レッスン中久保田コーチはちょっとミスしたちょっとしたミスショットもきちんとその理由を説明する、しっかり見ている、話し続ける、一時も休まない、自主練、壁打ち、ビデオ撮影の方が余計なことに腹を立てず冷静に球とラケットと向き合う気がします。あとはサークルに入ってやった方が気持ちよさそうです。でもこういうことが分かって行った甲斐がありました。明日からまた自主練再開しますということです。しばらくお休みしてたスクールに行って、まあ、そういうふうに感じたということですね。どうですかこれ、久保田コーチのとても丁寧なレッスンを直接受けたからっていうね、これどうですちょっとで久保田レッスン中久保田コーチはちょっとしたミスショットもきちんとその理由を説明する、しっかり見ている、話し続ける、一時も休まない。そうですね、大体私もうずっと喋り続けてますよ。だって何回か球出ししたらもう絶対悪いところ見えちゃうんで、いやそれじゃあほっとくのかってほっとかないですからね。だから、ずっと喋ることになっちゃうんですよね。それを私がやめたらもうお金もらえないですよね。私受け取れないんで、レッスン代ね、わざわざ来ていただいてコート代まで払わせといてそれを言わなかったら逆にコート代と交通費を生徒に払わないといけなくなっちゃうんですよ私は。でやっぱりそれもあるし、一番はやっぱり生徒をうまくしたいっていうのがありますよね。絶対うまく何か一つでも、生徒に伝えたい、できさせたいっていうふうに私は思ってやってますからね。ただ自然と話は止まらないんですよね。だから喉をやられるんですよ。喉をやられてて結構皆さん、お気遣いしていただいてありがとうございます。たくさん飴もらってますね。もう、来シーズンまで大丈夫なぐらい飴たくさん今もらってるんでね。もう、飴大丈夫ですから。のど飴いっぱい、バッグの中に入ってます。なので、全然、もう、のど飴の方は、ありがとうございます。皆さん、気を使っていただいて。ちゃんと病院に行って、検査してもらって、検査っていうか、見ていただいたら、喉全体が、潰瘍ができてるよって言われて、で、こう、って見せてもらったら、確かにもうベロベロになってるんですよ。白くなんか、こう、なんか、真っ白みたいな、なってて。で、もう、扁桃腺も腫れて、リンパも腫れて、ちょっと熱があった時があってですね。まあ、そんな感じで、でももう薬飲んで、だいぶ治りました。だいぶ良くなりました。ありがとうございます、皆さん。心配していただいた方たち。まだいっぱいあるんですけど、まあ、こんな感じですね。やっぱりスクール側の方はですね、教えれるようになっていただきたいですね。で、もう本当にこう最初からこの動画を見ていただいて、教えるというのはどういうことかというのをちょっと学んでいただければと思います。一般テニススクールの方たちですね、説明の仕方とかね、私が今このチャンネルで紹介してる動きをそのままやれって私は言ってるわけじゃないですからね。その各コーチのやりたい理想の動きっていうのは必ずあると思うんですよ。で、それを教えればいいんですよ。で、その教える方とかどういうふうに伝えればそれが伝わるのかなとかっていうやり方、方法を、このチャンネルでそういうの学んでいっていただければと私は思うんですよ。どういうふうに伝え、どういうふうな見せ方をしたらいいのか、どういうふうな言葉を使ったらいいのかっていうのが、私の、説明してる動き、説明の仕方で大体わかると思うんですよね。だあれの動きはああいうふうに説明すればいいんだ。じゃあこの動きはこういうふうに説明すればいいのかな。自分が、教えたい動きはこういうふうに説明したらいいのかなとかっていうふうに勉強していただければいいと思うんですよ。決して私がこう、
押し付けてるわけじゃないですからね。そこは勘違いしないようにしてくださいね。で、それは私は各コーチ好きな動きを教えていっていいと思うんですよ。なので、それはもう各コーチの色でね、いろんなコーチがいていいと思うんですよ。で、ただそれは、ちゃんとそれでちゃんと教えてくださいねっていうことなんですから、ね。そのための勉強の材料に、このチャンネルの動画だったり、ブログがなればいいと私は思っています。で、引き続きですね、そういうスクールに行かれてる方、もしくはコーチ側の人で悩みがある方は、どんどんコメントを打ってください。皆さんでそれ共有してですね、いければいいと思います。で、ちょっとずつスクールが良くなればいいと思っております。で、またグッドボタン、ありがとうございました。皆さんたくさんいただいたんで、本当またこれも、グッドボタンとかコメントたくさん、まあ一言でもいいからコメント打っていただければですね、できるだけ、検索の上位に上がって、みんな見てくれればいいと思っております。今回は以上です。